こんにちは。こんにちは、いらっしゃい。今日は今フクロウちゃんの、お昼休憩なんですけども、はい、先ほどトムさんにちょっとねインタビュー取らせてもらって、閣下がね、お前の仕事のやり方いいんじゃないってすごく褒めてらっしゃいましたよね。でそれってつまりこう、例えば仕事を好きか嫌いかで決めずにやってごらんよっていうことだったと思うんですけど、ズバリどういうことですか？いや、今ザーマスさんが言った通りで、とにかくやってみようよ。その自分で例えば車が好きだから車屋でじゃなくて、手元にある仕事一回やってみたらってことですか？そうそんな感じ、だから、ね、仕事っていうから難しい考えちゃうけど、とりあえずあの好きか嫌いかもご飯はいっぺん食べてみて、もうどういろんな工夫して食べれなかったらまあしょうがないじゃん、でも工夫したこれ美味しいねって感じたらそれは好きに変わっていくわけだから、やっぱりそこなんじゃないかなと。まず体験しろと。好き嫌い、食わず嫌いじゃなくて、逆に言うと変に夢を持ってることで仕事を選びにくくなることよりも、若者たちはとりあえず目のあるもんやってみて、合う合わへんを判断した方が結果は早いんじゃないかってことですか？そうだから職人だから、一生職人とは限らない、別に営業マンに変わってもいいわけ、経営者に変わってもいいわけ、で別にサッカー選まあそうやな、例えで言うたら子供の頃って野球選手やったりサッカー選手やったりみんな好きよね、でもみんなプロを目指すんだけどプロになれないよね、で次のもん選んで何か仕事するんでしょう、だから普通に何もしてない、子供たちでも学生たちでも、別に目の前にあることを一回やってみようかなってっていうことで始めることの方がこれからはいいと思うよね。なるほど。その、まあ、例えばプロサッカー選手を目指すから、仕事も学校もそっちのけで練習しまくるっていうのは悪くはないが、とりあえずお家が例えば寿司屋だったら、寿司屋のバイトもやってみて、でそこで自分にとって向いてるかどうかぐらいは分かるやんっていうことですよね。そう俺も魚どうしても嫌いやねん言ったらそれはしょうがないやん、けどやらんと分からんのに好き嫌いで決めるから自分の門が狭まってるってことですよね。可能性がね。さすがザーマスさん。いや、何そこで褒めたんですか、よう分かんないですよ。嫌い方がすごく最高。あんまり拾うなってさっき怒ったやつ、聞いてますって適当に流せって言ったらね、さすが、さすがもう口癖になってましたけど、だからそういうことなんですよね。だから今の若者たちに閣下が送る言葉としては、目の前のことを迷わずやってみて自分を発見しなさいってことですか？そう僕がだってそうじゃん、そうですね。最初何の仕事でしたっけ？僕最初、最初パン屋さん。パン屋さんですか？いくつぐらいですか？大学出た時。大学でパン屋やったんですか？バイトさん。いろんな、こう、ブランドのある会社で、その中のパンの部門に行ってたの。っていうのが大学生の時僕パン職人やって。あ、そうなんですか？バイトかな？バイトで。その大きなでパン屋行ってた。そう、君パンやってたから、君パンの部門行ってください言うて、パンの部門行ってて。誰もわからないと思う。誰もわからへんやろ。初耳でしたよ、僕ね。パン屋スタートね。そうパンちゃんやったんですね。パンちゃんってやどうか知らんけど、そのパンは要するにそのさっきのトムさんを褒めたように、まあ、何も考えずに、じゃあ俺それやりますって始めた。いや全然違う、そこは違うんですか？僕は営業マンしたかったその会社で、でたまたま同期が営業マン希望やったんやね、まあそういろんな経緯があったんやけど、で僕は営業外されてパンの部門に、生かされたという言い方あれやねんけど、まあそうなんですね。で、言ったんやけど、やっぱり若いからさ、思いが強かってん、営業をやりたいっていう。で、もう、ごめんなさいしてきたわけ。数ヶ月で、大学出てね。で、そっからさ、どうしようかなって悩んで、で、やっぱり営業の世界入るんやったら、一番厳しい世界に入った方がいいんかなと思って、まあ当時一番厳しい営業の会社に入った。で、そこで営業を覚えて、どうせ営業マンとしてやるなら、一番高いものっていう、もう単純な発想で、じゃあ不動産建築の世界入ろうっていうふうになったわけ。だ要は、その、ステップとして仕事はあれど、まずやってるうちに、じゃあこうしたいから自分こっちへ行く、こうしていくってステップアップした先が、副
フクロウちゃんってことですね。フクロウちゃんだったわけ。みんなの視聴者の方々はゴールがまだ見えないぐらい多くの転職を繰り返したってことは分かると思うんですけど、うんうんうん、要はそこで培ったもので足りないものを補う、もしくは目標をさらに高く設定するのに転職もしちゃったんですね、うんうん、だからザーマスさんの今の言葉の通りでさ、うん、僕前にもちょっと言ったことあるんだけど、はい、僕は割に自分の足りないものを探す人なんで、はい、足りないものだらけの人間だから、うん、でその足りないものを補っていったら、はい、まあこうなりましたっていうだけのことだけやねん、はい、実はだから ね, ね今こうやってポルシェ映ったりこうしてるけどさ、はい、最初はほんまに軽自動車のさ3000の穴開いてたんから始まったわけ、はい、でその頃にこうなるなんていうことなんて全く想像しなかったし、うんうん、だから足りないものを補った結果がこうなっただけで、うん、あのみんな若い子で足りないものの方が多くて当たり前なんよ、はい、そうだからとにかくさ目の前に自分の信用してる人がね、うん、がこれやってみたらって言われたらそんなん俺嫌いやからやめとくっていうのも若さだけど、うんうん、ちょっとそこは大人の顔を立てるというか、うんうんうん、信じてる人の顔を立ててちょっとやってみたら、うんうん、意外とそこで自分を発見するかもしれない、知れないと思う。そうですよね、うん、職業を選択するじゃなくて自分を探すんですね、仕事を仕事ってそうやと思うね。なるほど。だからね、何やったって僕は、うん、いいと思うね、うん、あの今日もね、うん、朝お世話になってる鉄工所のおやすさんがちょっと来てていろんな話をしてたんだけど、はい、おやすさんも高校生の頃に鉄工所でバイトしてて、はい、でそのまま弟子入りして、はい、でそのまま鉄工所自分で今経営してるんだけど、はい、そうですね。おやすさんが今の若いのはなって言い出したから、うん、おやすさんあれかって言って、あの鉄が好きで好きでたまらんで鉄工所したんかってちょっと嫌味っぽく言ったわけ、うん、そんなわけないやろって、うん、鉄の好きなやつなんかおるんかっていう話になるわけさ。はい、うん、そうよね、うん、俺鉄大好きっていう学生なんかいないじゃん。まあそうですね、うん、だそれでそのおやすさん、鉄工所のおやすさんは、うん、その鉄工所で働くことを、ね、好むような人が経営者までのし上がっていっただけで、そう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 、別に鉄が大好きだから鉄工所に通ったわけではないってことで、そうそう、アスファルトの舗装屋さんがね、アスファルト大好きって人はおらんわけさ。そうですよね、うんうん、だから意外にさ、ゲームも楽しいけど、うん、ものづくりも楽しいわけ。そうですよね、その通り。そうそう、だからゲームをするのが楽しいからプロゲーマーじゃなくて、うん、いやそこの一歩踏み込んだこのゲームの世界を作る側の方、クリエイトですね、うん、の方行ったら楽しいのかなとかさ、うん、もっと一歩進んだらそこに出てくるグラフィックデザインがちょっと僕わかんないけど、うん、あのそういうデザインをするのも楽しいのかななって、うん、そっからさいろんな方向に進んだりするじゃん。そうですね。だからもう疑問に思ったこと一個一個掘り下げていったら、うん、10年後には全然違う自分が絶対いるよ、うんうん、かっこいい、ええ話でまとまりましたね。と僕は、僕がそうやった。そうだからね、うん、僕だって20歳、22、大学出た時にこんなん想像してないよ。ですよね。だからその未来のことを考えすぎてそこを目指すよりかは、うんね、ちょっと信頼できるお父さんでもいいし友人でもいいし友人の親父でもいいから、うん、お前これちょっと手伝えっていうのに素直にやってみたら、うん、意外と自分がこれおもろいなっていうのに気づくかもしれないっていう話ですね。そうで本当に俺今幸せで、うんうん、20代30代の頃よりももう今が幸せで幸せでしょうがなくて、うん、なんでそう思うんですか、20代30代の。いやーなんかやっとこの年になってきてもう過去がつながってくるんよね。あれがあったからこうか、これがあったからこうかってつながってきて、うんうん、でどんどん会う人も変わってきて、うん、でどんどんいろんな人とこう知恵をもらったりいろんなことがこう素直に受けられるようになって、うん、で仕事うまいこと言ってるじゃん。はい、言ってますね。パンパンですね、毎日、うん、常パンパンやんか、ね、なあ、うん、コネクティングザドッグ、ね、いや本当にスティーブ・ジョブズですね。だからさ、ほんまにさ、はい、面白いことって、うん、自分の視野のない、うん、あるところにはないよ。あ、誰かが持ってきたり訪ねていくもんなんかもしれませんね。そう、これを一つで言うたら僕が大先輩から教わった言葉、はい、営業マンの時に、はい、重い扉をスッと開けてみなってて、うん、じゃあどういうことでしょうか。お前の見てなかった世界が見えるよって言って、僕は先輩に教わって。かっこいい先輩ですね、それもね、うんうん、
そう、開けた結果が今ポルシェに囲まれた。そうそう、だからまだもう一個まだ先にもある重い扉を今から開けたいなと思ってるもん。今年こそね、また開けて。今年こそ開けるよ。あ、すげえ、これは楽しみにしておきます。最後、まあ、あのまとめの質問になりますけど、はい、もし前崎閣下が生まれ変わったとしたら、はい、どんな仕事についてみたいですか。今の切れ字全部ほかして今、はい、じゃあ今からあんた好きな仕事やっていいよって言われたら、閣下は何をしてみたいですか。あのね、夢1個叶ってない、1個だけあるの。お、何ですか。大企業の社長。どうもありがとうございました、はい。